はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ幼児教育支援 .com 動画版、本日のテーマです。テーマリクエストいただきました、双子の受験についてです。メールでいただいたのでね、ちょっと何でしたっけ、あれなんていうんだ、ペンネームとも言わないし、ラジオネームともちょっと違うけど、そういったお名前がちょっとわからないので、ちょっとメール内容だけご紹介させていただきます。双子の姉妹がおりますと、勉強方法や注意点などありましたら教えていただきたいです。例えば、一人がダメであればもう一人が合格ラインに達していたとしても落ちてしまう学校あるのでしょうか。二卵性なので別々の学校でもいいかなと考えていますというご質問いただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。なるほど。それはないと思うんですよ。で、ある学校を受けた時に、すごい昔なんですけど、双子で本当に二卵性なんですよ、はい、でやっぱり受験番号が前後してて、はいはいはい、っていうとこだったんですけど、すっごい不思議なんですけど、一人が受かってもう一人は落ちたんですよ、はい、でもね、別にペーパーがあるとかいう学校じゃなくって、まあそういう意味でのまあノンペーパーって言ったらノンペーパーになるのかもしれないんですけど、あの時すっごい思ったんです。でもね、その片一方のそこの学校に入ったっていう双子の方は、はい、結構あちこち受かった、うん、この方だから、その落ちた方が入ればよかったのにって私たちは思ったんですけど、うん、でもね、双子で二卵性で、うん、それで二卵性だから顔は違うのかな、うんうん、そこ一卵性だったと思う、その私がやったのは。そうかね、うん、でね、顔も別によく似てるんですよ、うんうん、で並びで、うんうん、何が違ったんだろうっていうのは、まあ、確かに細かく性格を見たらちょっと違うんですけどね、うん、でもあそこまで見抜いたのかなっていう。そうですね、別々にちゃんと結果がね分かれたと。だから一人がダメでもう一人が合格していても落ちるということはないなと思ったんです。やっぱり一人一人を、うん、正当に評価というか正当に評価してるなっていうふうには思います。ただやっぱり何年か前にやったのも、最初の1日校の時に面接は、まあ、1日よりも以前にあって、11月よりも前にやったから多分2人一緒で、うん、まあお母さん1人、はいはい、お母さんとお父さんはその、まあ、ね、うん、一緒だからまあ1回でいいですよっていう形で、はい、面接は10月かなんかに終わったんですよ、でやっぱ双子だから目立つんですよ ね、まあ、そうですよね、向こうも覚えてるし、うん、それで1日の日の11月の1日の受験の時に、まあ、どういうわけだか片一歩は時間内にその1日の学校を掛け持ちできたんですよ、1人でね、はいはいはい、それでもう1人は間に合わなかった、まあ、掛け持ちできない時間帯だったんですよ、はい、どうやって振り分けたのか分かんないんですけど、ということになって、それでもう片一方はその B 校の方を取ったんですよ、はい、でもうかけられた方は、あ、じゃあその2人とも合格したんだ、その学校は。うん、多分片一方で、その時に受けに行った時に、そっちは多分連番できてるんだと思うんですよ、うん、双子だから、うん、なんだけど B 校の方はなんかバラバラになっちゃって、それで片一方の方が両方受けられたんで、うんうん、その1日の日の午前中かなんかに行ったんですよ、はいはい、で片方来れないからやめたんですよ、うんうんうん、ね、うん、だところが行った時に、あれ、まあ、1日なんかね、東京密集してるから分かると思うんですけど、あれ、もう一人の方はどうした、もう一人の子はどうしたんですかって、そう、受験番号出した時に、うんうん、こっちは来てるのにこっちが来てないっていうのはやっぱりおかしいですよね、うん、それはちょっと不利になったかもしれないですね。あ、なるほどね。だからそういうこういうことはできないかなっていう、うんうんうん、行かないなら2人行かない、うんうん、行くなら2人揃って行くっていう方が受ける前にはね必要かなって思いましたね。なるほどね。そうだから1人がダメでもう1人が合格する
もう合格ラインに達してるのに落ちる、それはないんですけど、受けに行く段階でその片一方が来てないとかってないとどうしてって、それはそうですよね、当然、予想受けに行ったってことは明らかに ね、なるから、このうちっていうのはうち一本じゃないんだなってバレちゃう、取られちゃうっていう、うん、そういうことがあるから、まあ大きい学校だったらあまりないですけどね、うん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 、だからそういうのはダメかなっていうのと、うんうんうん、まああと双子の受験っていうのは非常に難しいっていうか、よっぽど指導の先生のご理解がないとできないっていう、一人でとしくならまだしも同じっていうことは同時に進めていかなくちゃいけないっていう、私も何組かやったことあるんですけど、もうすごい古い子なんかは結局親が2人とも見切れないので、じゃあ半分ずつしましょう、 A 君っていうのを私が見てるときは B 君はママが見る、でもずっと A 君を私が見てるとそれはやきもちを焼き出すから、うん、だからじゃあ次は B 君を私が見て A 君はママってやって、そういうやり方を、まあ授業は一緒だけどそういうやり方をやっぱりやっていったら、まあ成功したんですよね。でつい最近のでなんかはやっぱり今度は授業中が困るんですよ。双子だと2人が争っちゃうんです。ああ、まあそれはそうですよね。別に争う必要のないところで、うんうん、ね、誰々ちゃんできてるじゃん、うん、でも誰々ちゃんできないとか、うんうん、そうするとそれって家までも持ち込むと、なんだよあんなのできなかったじゃないとか、私はできたわよとかね、優越みたいになっちゃったね。そう、うん、でだんだん見てるとそのみんなとの競争じゃなくて、もうそかそか、こう兄弟の争いになってしまうんですよ。そうすると2人とも自滅しちゃうから、そうね、うん、だからある時、まあ結構 2,3 回言いましたね。それで1回言ったんじゃ分かんないからね、ここで競争したってしょうがないんだよね。でその時にやっぱり2人とも性格も違うし得意なものも違うでしょ、この時はあなたができたけどね、うんうん、あなたができなかったものでもこっちができたりするからね、うんうん、2人でなんか競争しないでって、うんうん、ね、学校は両方2人がね、楽しい学校2人が見つけられればいいわけだから、こんなところで競争はやめてっていうのを私 2,3 回言いました ね、うん、そうするとやっとその最後には、うんうん、あ、そうか、私はこういうところができるんだなとか、あ、私はこういうところはあの子よりも勝ってるなとかね、うんうん、でそのうちだんだんもっと周りを見るっていうかね、うんうん、周りとどう関われて成績がどのくらいになってるかって、兄弟じゃなくて、だからそこがすごく結局ピアノをやるにしても何をやるにしても双子って永遠のテーマなんですよ ね、 そうですね、全体と競争するんじゃなくてもう2人だけの世界で勝った負けたになるっていう、うん、それがちょっと年ごとは違うかなっていう。なるほど。ちなみに由美先生の場合は席を離したりとか多少そういう工夫もあったりするんですか？あ、しましたね、うんうん、もちろん席は離したりとか、そうなんですね。で、まあ、あなた今日こういうとこができたじゃない、もしもあなたこういうとこができたじゃない、ね、で帰りには必ず2人で争わないでねって言ってフォローしてね、うん、して返して、だからそういうことができる指導者じゃないと、はい、結局親1人で2人をねやっていくってのはすっごい大変なんですよ ね、 ね、だから1人はママ1人は先生、うんうん、でその関わる、まあ関わるのをこう時々入れ替えするっていう、うんうんうん、そうで、ママはやっぱり中立でなくちゃいけないっていう、はい、どちらにも加担してはいけないって、それもまた結構、はあ、ね、ママたちは大変だったみたい、うんうん、だって褒めたい場面でも下手に褒めすぎちゃうとやきもちゃいちゃったりとかいろいろありますもんね。だから最終的にじっと受験を見て勉強のいろんなものを見て、この子は何が得意か、もう面白いんですけど双子でも全然性格違うので
やっぱり最後は、まあ、二人一緒にっていうんじゃなくて、私はやっぱり学校が違う方が幸せだと思うのでね、この子はこの子に合った学校、いや、 やっぱりね、あの親が面倒くさいと思ったのか、うんうん、やっぱり一緒の学校に入れたケースがあって、はい、そうするとね、やめとけばよかったなって、あの時止めればよかったなと思った時があって、やっぱり中に入ってから、お前はバカな方の誰々だよねとかね、なんかすごくそういうのがあったりとか、あとやっぱり双子で例えば違うクラスにしてくれてもいいんですけど、うんうんうん、でも家の中のことをさ知ってるわけじゃないですか、うんうん、A 君のことを B 君は知ってるわけですよ、うんうん、家ではどうかとか ね、まあ、まあね、で B 君のことを A 君は家の中はどうで、それを学校内で言ったりするから、またそこで ね、 喧嘩が起きるんですよ ね、 ね、うん、難しいですね、難しいですね、だから、うん、やっぱり2人、そう、それぞれあった学校に入れてあげるっていうことと、うん、やっぱりそれぞれの個性を尊重してあげるっていうことと、やっぱりただ教室に通うんじゃなくて、そういうこう双子っていうことをよく分かってる指導者で指導していかないと、うん、私でもやっぱ難しいなって、うん、双子の子方を預かる時っていうのはやっぱりちょっと身を引き締めてやりますね、うん、なるほどね、うん、ぜひ参考にしてみてください、はい、あのテーマリクエストありがとうございました、はい、そんな感じでございます、はいはい、また何かありましたらご連絡ください、はい、ありがとうございました、失礼します。では教室からのお知らせです。はい、フレンドリースクールでは子育て幼児教育相談会、行っております。今日のようなね、ご相談双子ですよとか言ったらね、ご相談も大丈夫ですしね、小学校受験のみならず小学校に入った後のね頃とかに関するご質問も受け付け可能でございます、何でもねご相談いただければと思いますので、詳細は、ご覧いただいてこちらの動画の概要欄開いていただきますとリンクありますのでチェックしてみてください。体験授業も受け付けをしております。1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。連絡先です。電話番号が 03-3390-0750 番、メールアドレスはご覧の通りです。西荻フレンドリースクールでは引き続き幅広いテーマでお話をしてまいります。よろしければチャンネル登録、高評価などいただけます。幸いです。本日にはね、ご質問などありましたらお気軽にお送りくださいませ。本日も最後までありがとうございました。それでは失礼いたします。